はい、もちもち TV のもちです。嵐の5大ドームツアーの写真集が発売決定になったということで、まあ前々から発売するするって言われてたんですけど、まあそれが詳細が分かったということで、まあ8月中旬にまあ発売するということなんですけど、まあ価格がまあ1万2000円ですね。で、今回はこの1万2000円っていうのが、まあどう、まあ適正なのかっていうのをちょっと話したいと思います。まあ今回はドームツアーの10年分の写真集ということで、まあ10年間でまあ1万2000円ということで、まあ単純に割ると、まあ1年でまあ1200円ということになるんですよね。まあそう考えると、まあ安いな。しかもこれ送料が込みでまあ1200円なんで、送料が込みで1万2000円なんで、まあ送料とかも引いたら、もう本当に一冊1000円ぐらい、まあ1000円ぐらいで売ってるみたいな感じなんですよ。まあそう考えると、本当に安いなって思うんですよね。でもですよ。でもなんか、本当に10年分で、もう10年分ドカーンつって写真集ドカーンって六方全書みたいな厚さですって言われて、まあ写真集を出したとして、まあ本じゃないですか。本で1万2000円って、まあ、ネット上とかの意見だと、まあ、ほとんどの方が、まあ、安い言ってて、まあ、確かに僕も、まあ、それを聞くと、あ、安いなって思うんですけど、まあ、どうなのかなって思うんですよね。なんか、僕はどちらかというと、なんか、動画派？なんか、動いてる嵐を見たいなっていう感じなので、まあ、写真集だと、まあ、全部止まってる感じの嵐じゃないですか。まあ、それぞれもう一瞬一瞬、まあ、厳選した、まあ、何十万枚かの中から、まあ、厳選した一枚と言っても、まあ、止まってる嵐なので、まあ、僕は、まあ、動いてる嵐が見たいなって思うんですよね。なんか、どうせならこの10周年を、なんか DVD、ブルーレイとかで、なんか、デジタルの形で出してほしかったなって思うんですよね。まあそれでも本当に安いなとは思うんですよ。まあそれでファンクラブ限定で、まあファンクラブの人はみんな買えるシステムなんで、で僕は今買うか買わないかで迷ってるんですよね。まあ欲を言うなら、この写真集を、この一冊の写真集を、10年分の写真集を嵐が見ながら、嵐がその思い出を語ってる動画というか DVD、ブルーレイをつけてくれたらもう即決で買うんですけど、まあそれがないとなると、なんか結構僕贅沢なこと言ってると思うんですけど、なんかそれがあれば、まあ、1万2000円以上してもいいと思ってるんですね。まあ1万5000円とか2万円とかしてもいいと思ってるんですけど、まあそういうのが欲しいなって思ったんですよね。なんか写真集だけだと、なんか本で1万2000円かってちょっと考えちゃうんですよ。まあ確かにね、安いとは思うんですよ。まあ本当その大ボリュームで、で1万2000円っていうのは安いと思うんですけど、ちょっと迷ってるんですよね。なんか本当に、なんか今まで僕の動画を見てくださってる方は、まあ買うとは思うんですよ。ほとんどの方が買うと思うんですけど、ちょっと僕今ちょっと揺れてる感じなんですよね。まあそれより早く 5x20 の、まあ、ブルーレイとか、まああとは去年のシューティング、まあ年末にやったシューティングの円盤とかを、まあ早く出してほしいなって、まあそっちの方が見たいんですよね。写真集とかより。とにかく動画が見たい。だからボヤージュとか、なんかハッピーライブとか、ワクワク学校とかは、まあ、すぐに迷わず登録したんですけど、写真集ってなると、本当に迷ってるので、まあ皆さんの意見は買うか買わないか、まあ買うって方の方が絶対多いと思うんですけど、なんなら2冊3冊買うって方もいると思うんですけど、まあ皆さんの意見を聞かせてもらえたら嬉しいです。なんか皆さんの意見を聞いた感じで、まあ僕は結局揺れて、まあやっぱ買おうかなってなるかもしれないし、なんかやっぱファンクラブ限定っていうのには惹かれるんですよね。まあ一般の人は、まあファンクラブに入ってない人は買えないし、なんかそこでちょっと今揺れる部分でもあるんですけど、まあとりあえず僕は今のところちょっと迷ってる感じですね。まあ申し込みの締め切りが、まあ8月の前半、8月2日だか3日ぐらいまであるので、まあまだまだ余裕があるので、まだ考える時間はあるので、まあそれまで、まあそれまでというか、まあそれまでに買っちゃうかもしれないんですけど、まあなんだかんだ買っちゃうかもしれないんですけど、まあとりあえず皆さんがどうするかっていうのをちょっと聞かせてもらえたら嬉しいです。はい、以上、もちもち TV でした。